はい。皆さん、こんにちは。取材する YouTuber こと、入速通信社の須田慎一郎です。先だっての日曜日のですね、えー、緊急生配信ね、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。1時間40分というね、えー、非常に長尺になったんですけれども、最後にご覧いただいた方は、まあ、途中まででも結構ですけども、ご覧いただいた方はですね、えー、感謝申し上げたいなと、え、思います。日をおかずして、えー、緊急にですね、また、え、収録して配信させていただくのもですね、まあ、九点直下。ね、週が明けてから。 日曜日のですね、緊急生配信の翌日に大きく動きがありました、ねえー。私の生配信が影響したとは言いません。生配信が影響したとは言いたくはありませんけれども、まあ、地元から聞こえてくる声ではですね、えー、結構大きなインパクトが影響があったというふうには、 ちょっとと自慢をさせていただくとです、ね、まあ、あの、これについてはですね、この収録をしている今日、えー、9日ですか、えー、9日のですね、えー、全国紙各紙、ね、ね、えー、ローカル紙、東京新聞も含めますとですね、東京で売られている、販売されているですね、新聞各紙で取り上げられておりますけれども、あの、言ってみれば6月の定例議会で、えー、辞職をするというね、退職をするという表明をすると、 言っていた川勝静岡県知事がですね、4月10日に、ですから今日が9日収録ですから、明日にも、えー、ね、退職、辞職願いを提出するという運びになりました。えぇ、ー、急転直下、えーね、4月10日に、 えー、辞職願いを提出する川勝市の周辺で一体何があったのかというのが今日の最大のポイントなわけなんですけれども、あの、ここにですね、出させていただいたのは4月8日付の、つまり月曜日付のですね、どれも両方とも静岡新聞です。えー、地元市静岡新聞なんですが、えー、若干ちょっと違います。え、これがチューブ版ですね。 えー、つまり、えー、ね、県庁所在地の静岡市周辺で、えー、販売されている、えー、中部版。そしてこれが西部版という形になります。えー、つまり浜松市ですね。浜松市を中心とする、えー、西部版という形になりますけども、まあ、若干の見出しに違いがある記事の内容に、えー、違いがあるわけなんですけども、こんな記事が載りました。何かというと、まず中盤からいきますとですね、これ一面トップですね。こうやって見ていただいてわかる通り一面トップに ですね、知事選大村氏出馬意向を固めるというね、えー、そして鈴木氏擁立へ調整の動きボスと川勝活発化というようなです、ねえー、見出しが掲げられておりますけれどももうそういった意味で言うとどうでしょうね。 ちょっと得意げに自慢げに言っちゃいますけれども、ズバリ予想的中ということで、大村鈴木。まあ、あの、日曜日の段階ではですねえ、この3人ぐらいしか候補者としては名前が出ていなかった。えそして生配信の時にはですね、えこれから鈴木康藤元浜松省が名乗りを上げますよ。 加えてですね、大村新一、元副知事も名乗りを上げますよということを申し添えさせていただいたと思うんですけれども、日曜日の段階では名前が上がっていなかった、この二人がですね、一気にね、出馬へ向けて動きを開始するというですね、まあそういう報道ですと。ね、で、正版を見てください。ね、知事選、鈴木氏擁立へ調整、鈴木康智氏、元浜松市長がですね、擁立へ調整しますよと。 ここがポイントですよ。そして次の見出しが、元浜松町、地元経済界の一部。地元経済界の一部え地元経済界の一部ってどこなんだろうかってちょっと読んでみますね。え,ー、え関係者によると、市内経済界の一部がえ、首長としての経験が豊富で、知名度があり、中央政界のパイプを持つ鈴木氏に水面下でス麦を打診し,したとみられる。ね。書いてないんですよ。地元経済界の一部とか書いてありますけど、一体どこなんだろうか みたいなですね、ええー、ちょっとね、ええー、まあね、えー、言い方をさせていただきましたけども、これ明らかですよ。ね、私のですね、日曜日の配信をご覧になっていただいた方は、もうそんな一目瞭然、聞くまでもない、地元生活経済界の一部ってのはどこかというと、それはやっぱりね、鈴木自動車。 ね、鈴木治む、えー、鈴木同社相談役であることは、これ間違いありません。ね。ですから、まあ、静岡新聞また忖度しちゃったんですね。えー、ここでいきなりですね、えー、鈴木の名前を出してしまうとですね、これ一連の流れがありますよね。えー、鈴木治む相談役はですね、えー、地元記者の直撃を受けまして、私はリニアに反対だ。 言った党の方にいいですよ。鈴木治相談役のですね、が、えー、手駒として、古分として、操り人形の人形として、えー、持っているのが、この鈴木康友氏、えー。鈴木康友氏はですね、もう鈴木治相談役に、えー、逆らっては生きていけません。ね、えー、鈴木治、えー、相談役のですね、言いなり。まあそういう市長だったわけですけども、現在もそうなんですけども、この人物が、 まあ、言ってみればですね、出てくるということは当然のことながら、えー、鈴木治相談役がですね、そういう意向を持っている。これは日曜日のね、えー、番組でもね、えー、指摘させていただいたところですけども、いよいよ動き始めたということ。 ですよ。じゃあ一体今後のスケジュール感どうなっているのかというと、えー、まあ、川勝現知事はですね、5月9日をもって辞職という形に、えー、退職という形になるようなんですね。繰り返しますね。4月10日の時点で、4月10日の時点で、えー、川勝現職知事はですね、えー、県議会議長に対して辞職願いを出します。 そしてじゃあ、いつ付けで退職になるのかというと、5月9日付での退職ということになるわけですけれども、まあそうすると、5月10日以降ですね、知事職が空白になるんですよ。空席になるんですよ。まあその空席を速やかにスピーディーに埋めなきゃならないということで、地元選挙管理委員会に取材をしますとですね、あの5月9日に選挙戦、まあこの段階で退職するわけですから、5月9日付で、 えー、告示という形。ね、選挙についてはですね、えー、告示をしましてですね、そして投開票が5月26日、ね、最速で、えー、こういうですね、選挙スケジュール。 ということなんですね。で、加えてですね、まあ先ほど申し上げたようにですね、えー、全国市各市もですね、えー、まあこれがちょっと、えー、今手元にある中でスッと出せるんでね、えー、とりあえず何の意図もないんですが、川勝市明日にもこれ5月9日付の新聞ですから、明日にも辞職願い、知事、静岡知事選5月に前倒しか、みたいなね、書かれておりますけれども、要するに、えー、県議会一部会派が、 早期のですね、辞職を迫っていたということを、いくつかの新聞は書いております。この一部会あたりはどこかというとですね、自民党公明党です。え、県議会自民党公明党は、まあ、ね、もう退職する意向を示したの、とっととやめろね、えー、ということで、えー、早期の辞職を迫っていたということなんですけれども、じゃあ、それをきっかけにですね、やめたみたいな論調多いんですよ。 取材不足全く自民公明から言われたから、ああ、そうか。ね。もう対職決めたんだから。ね。えー、速やかに読みようと。えー、そんなふうにですね、思う人物じゃありませんよ、川勝知事は。ね。えー、むしろですね、えー、県議会野党の自民公明から言われたら、徹底的にこれは居座ってやろうぐらいのことを考える人ですから。 えー、自民公明ね、えー、両会派から言われたと言ってもですね、速やかに辞める人じゃありません。ですから、えー、そういったことを言われたことをなんとなくにわせ、にわせるような形で、こうやって急転直下、えー、辞職が決まったという書いている新聞報道、あるいはテレビの報道はですね、誤りです。間違いです。その背景に何があったのかということなんですけれども、えー、それは鍵を握ってるのはですね、対抗馬である大村氏、ね、大村氏一。 元副知事なんですが、大村氏がですね、えー、副知事をやっていたのは、えー、2010年の、えー、1月から2011年の12月まで、まあ2年間。 やってたわけですね。えー、この時代は、えー、川勝知事の第1期目です。第1期目の2010年1月から2011年2月、12月の、えー、まあ2年間やっていたわけなんですけれども、まあもちろん加えてですね、静岡県、ね、出身でなんですね、まあ副知事をやっていたとは言ってもですね、やっぱり知事と副知事ではその知名度、認識度については運命の差がありますよ。 じゃあ、えー、副知事をやっていたということが、えー、県民の間どれがだけ広がっているのかというところを考えてみるとですね、知名度と、知名度という点ではかなり劣るんではないかなと私はそんなふうに思いますね。で、加えてですよ、そこから、ね、副知事を辞めてからもう一体何年経ってんのと。 えー、13年に及ぶ年次がもう経っち,ちゃってるんですよ。そういった意味で言うと、えー、12年ですかね、えー。12年余りのですね、年次ぎが経っているということで、はるか昔なんですよ。 はるか昔に副知事をやっていた。ですから、えー、その当時の記憶がある方、ね、えー、こういう人物だったという記憶がある方は、かなり限られてくるんではないか。で、加えてですね、えー、副知事というポストはそんなに目立つポストはありません。そんなにマスコミメディアに出てくるようなポストではありません。ということで考えると、いかに静岡県出身とは言ってもですね、やっぱりあった 圧これについて対してですね、鈴木康友氏は、まず民主党の国会議員を2期務めました。それに加えてですね、えー、政令指定都市である浜松市長を4期務めたっていうこともあってですね、まあ浜松市長ともなるとですね、結構地元メディアでも連日とは言いませんが、結構たびたび取り上げられるんですよ。やっぱり浜松っていうのは注目されている、えー、そういう地域ですから、県内においてはですよ。 県下においては、やっぱり注目されている巨大都市ですから、やっぱり4期も務めるーうになると、それこそですね、まあ定期的にですね、マスコミ、新聞やテレビに顔を出し名前を出すという形で、知名度的には抜群です。県内の知名度は抜群。知名度が全くないというかですね、知名度で劣る大村氏と知名度で勝る鈴木康智氏というところを並び立てて考えてみると、どうでしょうね。これ早く選挙やっちゃった方が勝ちなんですよ。 つまり、6月の定例議会を回ってね、えー、そこからのんびりとですね、選挙なんかやってると、どん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 大村さんのですね、知名度が上がってきますから、そういう認識度が上がってきますから、メディアも取り上げるでしょうからね、そういった意味で言うと、とっとと選挙やっちゃった方が、知名度で勝る鈴木康智氏に有利という、そういうような判断が働いたわけなんですね。私の取材の結果では、えー、そういった判断が働いたというふうに、 聞こえてきております。取材結果が出ております。まあ、どうでしょうね。川勝後継の一切が。だってそりゃそうですよね。あの、川勝現職、現知事だって、最大の牛立てにしてですね、えー、まあ、実質的な後援会,会会長というのは、鈴木治鈴木自動車相談役なわけですから。で、なおかつですね、まあ、それ以上に子外というかですね、まあ、言ってみれば子分みたいなもんですよ。鈴木康智氏なんてのは、鈴木治相談役のね、そういった人物が出てくるわけですから、つまりどう どうでしょうね川勝後継というよりもやっぱり鈴木治相談役が静岡県政で権力を振るうための、ね、そういったバトンタッチというかスイッチという色彩が色濃くなってくる何が何でもこの人物に県知事になってほしいというところが色濃くあるだとすると知名度で勝る鈴木敦虫のです、ね、そのメリットを最大限に生かすためにも電撃的に辞めさせてとっととです、ね、県知事選に持ってった方がはる はるかに有利、自分のね、願いが叶うというところで、そう考えていくとね、川勝知事がですね、急遽もう辞職願い出しますよと言ったこともよく分かっていただけるんではないかなと、そんなふうに思います。で、おそらくですね、これから、どうでしょうね、この選挙戦の争点として、リニア問題であるとか、 あまりにもちょっとリニア問題に関して言うとですね、川勝ね、知事のですね、印象が、イメージが、とりあえず現状では、県内でも悪いわけですから、そういったリニア問題、あるいはどうでしょうね、うすうすみんな感じ始めている、鈴木治、相談役の意向、影響力、そしてお気持ち、ね、というところがですね、少しずつ少しずつ表になってきている。このリニア問題というのを徹底的に隠す形で、一気に選挙に持っていってしまおうというような、 え、どうもそういう動きになったようなんですね。ですから、今回のですね、えー、まあ、選挙戦では、おそらく争点隠しということで、リニア問題は、なるべく表に出てこないようにしよう。あるいは、その背景に何があったのか、それがですね、県民に広がらないようにしようということで、徹底的にそれが隠されていくでしょう。今回の選挙戦の隠れた争点は、リニア問題になるし、そして、えー、もちろんですね、この大村新一氏はですね、県下においては、財界も含めましてね、 つまり、鈴木連合 vs、ね、反、非、鈴木連合のぶつかり合い、えー、鈴木のですね、影響力をこのまま維持していくのか、えー、それをね、えー、ね、影響力をなくしてしまうのか、その衝突だというふうにね、えー、まあ言ってみればですね、喧嘩、 のですね、経済界も、ま、いろいろとありますよ。鈴葉もあればね、えー、あるいはヤマハ楽器ヤマハ発動機いろいろとですね、県下有力機運があるんですけれども、やっぱりこれまでのですね、鈴木同社でやるように、みんな腹に一物ありますから、そういった意味で言うと、県財界も、県経済界もですね、二分にして、 全面衝突の構図になってくる。ね。えー、そして、おそらくですね、えー、政党の方もどうでしょうね。えー、鈴木康智氏に,に、えー、乗っかってくるんですかね。立憲民主党、国民民主党、えー、自分たちのですね、えー、まあ、選挙のことを考えるとですね、やっぱり鈴木自動車に対する、やっぱり一定の忖度というか配慮っていうのが必要になる議員、必要になる政党も出てくるでしょうしね。で、そうするとですね、やっぱりこの注目になってくるのは、えー、自民党県連です。自民党 思想が県連の動向なんですが、今のところのスタンスはその明確にしておりません。やっぱり、えー、自民党はですね。現状でえー、まあ、やっぱり潮の上、ね、硫酸ね安倍派座長をトップとするですねえー。塩野家龍さんなんかを。 抱えているそういう件ですから、これは浜松選挙区なんですよ。塩内隆さんと。でも塩内隆さんと鈴木自動車の関係はあまり良くありません。ちょっとその話は脇に置いとくにしてもですね、やっぱり自民党というとこの裏目問題が、やっぱり王を引っ張っていって、やっぱり前面に出てくることはできない。表に立ってですね、鈴木康友氏にですね、正面切って朝鮮中を叩きつけるというような、そういう状況にもない。 だはいえ、えー、水面下ではいろいろと動きをしてくるんではないかなと。だって、自民、えー、ね、静岡県議会において最大会派ですからね、自民党というのは。えー、それがどう動いてくるのか。おそらく私の読みでは、私のですね、あの、取材結果ですね。まあ、大村新一氏をですね、まあ、推薦という形に私はなってくるんではないかなと。で、これ日曜日のね、配信をご覧になっていただいた方はですね、当然のことながらご存知なんだろうと思いますけど、そこでも私が触れたんですけどね。 また今年のですね、え、鈴木自動車ね、え、の賃上げがですね、満額回答というよりも、要求額より上回ってるんですよ。一時金、ボーナスについてはですね、漫画回答です。 えー、あの、渋ブの鈴木自動車にしてはですね、大盤振る舞いになったんですが、まあ、その狙いは一体どこにあったのかというと、やっぱり連合を味方につけようじゃないか。ね、労働組合連合をこの知事選においてですね、味方につけようじゃないかという意図があったというふうに考えてもらっていいんではないかなと。そうすると、じゃあ、その連合のですね、影響力が強く及ぶ国民民主党、立憲民主党が、場合によってはこの鈴木康友氏についてくるんではないか。え、立憲民主党、国民民主党がつくにあたっても、 ですね、やっぱりこのリニア問題があんまり重さになってしまうと これはよろしくない。やっぱり立憲民主党、国民民主党もですね、批判にさらされてしまう。さあ、ここは難しいところです。さあね、連合がどう動くのか、立憲民主党、国民民主党がどう動くのか、というところも一つの注目ポイントではないのかなと。えー、静岡県鈴木王国が幕を閉じるのかどうなのか、えー、それが問われている、えー、これからのですね、選挙戦になっていくんではないかなと。で、非常に激戦になるでしょう。今回のね、静岡県知事選挙は。そしてその結果がですね、えー、東京名古屋間の ニア開通問題にも大きく影を投げをね投げかけるということになります。んでね我々入有通信社もそしてその所属記者である。私、須田慎一郎もですねこの静岡県知事選については今後ですね。鋭意都度都度ですねこういう形で緊急配信をさせていただきたいなと思っておりますんでね。是非注目していただきたい。今後も要注目ということでよろしくお願いいたします。やっぱりコンパクトにならなかったですね。 え、長々とまた話をしてしまったと思うんですけれども、今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。